どうしたのですか、ユミ。いえ、少し気になることがあって。ミスター K たちが言っていた計画のことですか。ええ、そのことも気になるのですが、実はシキさんの様子が。様子？ユミチン、夜桜チン、こんなところで何を話してるの。そろそろ予選3回戦始まるよ。いえ、何でもありません。っていうかさ、あのミスター K とミス R って超怪しくない？そうですね、何かの計画に私たちが利用されている、そんな可能性も考える必要はあります。じゃあ TBS はやめちゃうの？いえ、PBS の参加は続けるつもりです。もしその計画が危険なものならば、私たちが阻止しないとなりませんし。だね。でもミスター K とミス R って悪いことをしそうな感じはしないけどね。変態っぽいだけで。私もそうは思いますが、注意はしておいた方がいいですね。オッケー、任せて。じゃあそのことをみんなにも伝えておくね。いつもの式と変わらない。いや、いつもよりテンション高めな感じがしますけど。そうですね、私の思い過ごしならいいのですが。教えてくれ。これはきっとみんなでいっぱい一緒に遊んで仲良くなろうってことなんだよ。それなら隠す必要はないですね。
BBS、 そして B1 グランプリ、一体何が目的なのでしょうか。やったやった、順調に勝ち進んでるね。喜びのはずだよムラッチ。うぎゅあ、わ、我のお面が、水着姿というだけでもこっぱずかしいのに、その上我のどうしようもない素顔なんかも、このお天道様の元で晒しちゃったら、我はもう穴でもドブでもすぐに入りたい。見ないで見ないで見ないでください、どうかお願いします。誰か我のお面を取ってくれたら嬉しいですけど。嫌ですよね、そんな我の汗やら何やらが染みついたお面を手に。ムラッチ、ちょっと落ち着きなってば。お面ならほらそこに。落とし物はこれかな、キューティクルレディ。息でいなせなマスクをフォーユー。感謝する。あらら、でもやっぱり隠しちゃうのかい。せっかくのビューティーがもったいない。愛と優の間には隠し事なんてのんのんだよ。隠し事ならのんのんですか。ならばお話ししていただきましょう。この P1 グランプリの真の目的を。たそいつは痛いところを疲れちゃったぜ。どうしたものだろうミス R。 どうしてそんなにアングリーフェイス。そんな顔してちゃミーの手汗がどんどんストップだよ。村雲にはビューティーとか言ってあげるんですね。私は言ってもらったことないのに。え、そういうこと。それはだってほらその年齢の問題ですか。はっきり言ってください。その方が私もすっきりします。年齢など問題ではない。君はいくつになっても美しい。そしてそして、いや今はよそ。こんなふざけた格好で言うことではない。だがその時が来たら必ず。キリア先生、いやミスター K。 あの私たちお邪魔のようですね。失礼、退散するのはミーたちの方だ。さあミスアール、一緒にレッツドロン。はい、どこまでもお供させていただきます。何だったのでしょうか。結局何も聞き出せませんでした。今度会った時に聞けばいいっしょ。さあ、次の試合の準備をしよう。あ、しきちゃん、落とし物だよ。
後で渡せばいいか。